はい、どうも、トワイスです。今回も FIQ やっていきたいと思います。まあ、勉強ができるようになって、ある程度頭が良くなった、コウジ君ですが、まあ、純粋さはそのままだったため、まあ、カナコにバカと言われてしまったのが、まあ、ちょっと聞いたみたいですね。っていう。まあ、別に裏切ったわけじゃないと思うんだけどな。やっぱり母親が自殺して追い込まれてただけだと思うんだけどね。まあどんな理由があるにせよ、とりあえずここを脱出していきましょう。ここどこでしょうね。ん？この IQ500 の状態でさらに青い薬飲んだらやばいんじゃないか。ちょっと行ってみる。ここは？ああ、特に調べられないか。いやあ、危険だろ。おっと。もう嫌だ、何もかも。どうして、どうして思い出してしまったんだ。あんなの思い出したくなかった。かなこ、なんでなんだよ。こんな薬を飲んだからだ。あんな記憶を思い出すくらいなら一生バカのままでいた方が良かったんだ。もうこんな薬いらない。そうだ、寝れば薬の効果を切れるんだ。さっさと寝てこんな記憶すべて忘れるんだ。辛いことは思い出さなければいい。嫌なことは忘れればいい。バカでいいじゃないか。夢の中で君と永遠にいられるのなら。おう。あの薬を飲むか飲まないかでエンディングが変わるってことになるんでしょうか。また失敗か。これで何度目だろうか。次こそは必ず。ここはどこ？トゥルーエンドのヒント、三つの指紋認証でロックを解除したらすぐにロックされていた部屋に入らず探索して暗号を見つけましょう。今のがノーマルエンドってことですか？じゃあ、ノーマルなのかな？それともバットなのか？じゃあ、ちょっと今回、
あれですね。せっかくなんでもう一つ薬を飲んだ場合を見てみましょう。おそらくですけど、ロックを解除した後探しに行ってないので、どっちにしろトゥルーエンドではないと思います。じゃあ行きましょう。俺は許さない。俺をバカと言った奴らを。俺はバカじゃない。バカじゃないんだ。俺はこの薬で誰よりも賢くなる。そして誰にももうバカとは言わせない。IQ2500 ってことか。やばい顔になってるけど、最強だ。俺は最強なんだ。俺は哀れな愚民どもに復讐をする。そうだ、バカな奴らは全員死ねばいいんだ。そういう奴らがいるからこの世の中は腐っていく。俺は優秀な者が支配する理想の世界を作る。そうだ、それがいい。待ってろよ、カナコ。お前がしたことの罪を身をもって感じろ。お前が悪いんだ。俺はお前を信じてたのに。お前が俺を裏切ったからお前は死ぬんだ。何か体がおかしい。だよなーっては思ってたけど。そういえば、人間の脳には上限があった。それを超えてしまうと脳には負担がかかる。ましてや、今、俺の脳は常人の25倍の知能なのだ。嫌だ、死ねないこんなところで。死んでたまるか、俺はあいつらを皆殺しに。殺す、殺すんだ。殺す殺す、全員殺してや。なぜか、最後の瞬間俺の頭をかすめたのは、かなこ、あいつの姿だった。エンディングによって曲が違うんですかね。どっちもいい曲でしたけれども。
じゃあですね、今回は、そうだな、ここで終わりにしていきたいと思います。次回、トゥルーエンドを探していきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。